灰色アザラシは、ネコモ目アシカアモ目アザラシカ灰色アザラシ属に属するアザラシである。灰色アザラシ属はアザラシカに属する属の一つであり、灰色アザラシ一種で構成される。北、大西洋の東西両側に生息する。北、大西洋の東側であるイギリスとアイルランドでは、沿岸や沿岸近くの栄想地で子育てを行う。 特に大きな映像地としては、ノーサンバーランド沖のファーン諸島、スコットランドの北の沖合のノースローナ、ダブリン沖のランブ諸島などが知られている。灰色アザラシは、ブリテン諸島に生息する、哺乳類としては、最も大きく、オスでは、体長は2.5メートルから3.3メートル、体重は、最大で300キログラムに達する。メスはオスに比べて、かなり小さく、 典型的な体長は1.6メートルから2メートル、体重は100キログラムから150キログラムである。ブリテン諸島の北部や西部の海岸ではよく観察されるが、南東部の海岸ではゼニ型アザラシの方がより多く観察される。一方、北、大西洋の西側に関してであるが、灰色アザラシはアメリカのニュージャージー州以北の北アメリカ大陸の大西洋側海岸で、 一般的に見られるアザラシである。カナダに関しては、セントローレンス湾のニューファンドランド島やその周辺海域やケベック州などでよく見られる。アメリカに関しては、ニューイングランド沖で一年中見られるほか、若干少なくなるが、中部大西洋に位置する州でも見られ、バージニア州あたりまで見られる。冬の間は、沿岸の岩場、小島、浅瀬などに集まり、 浜辺で休息している光景がよく見られ、まるで大きな灰色のバナナのように見える。春になると、離乳した直後や一歳程度の小アザラシが迷子になった、あげく、無残にも海岸に打ち上げられている光景もしばしば見られる。出産の季節は、東、大西洋では秋、西大西洋では冬である。生まれたばかりの小アザラシは、密集した。 柔らかく白い毛が生えて小さくシワシワであるが、母親の濃厚なミルクを飲むことによって、急速に成長し、太った、尊傷の体になっていく。生まれて1ヶ月程度で、赤ちゃんの毛は抜けて、大人と同じ発水性の密集した毛に生え変わり、自分で餌となる魚類を取るために海に入るようになる。タラなどの魚を餌としていると長年考えられて、 北が近年の目撃報告や解剖結果からネズミイルカやゼニガタアザラシなどの魚以外のより大きな生物を捕食していると考えられるようになってきた。また研究者によってともいすることが観察されている。近年北、大西洋の西側では灰色アザラシの生息数が増加している。カナダでは灰色アザラシを駆除する要望が出されたが 現時点では実施される予定はない。アメリカにおいても同様に生息数が増加しているが、数年来、改正哺乳類保護条例により保護されており、灰色アザラシに危害を加えることは依然として違法である。条例が実施される前は、メイン州にわずかな数の映像地が見られるのみであった。しかし、今日ではニューヨーク州やニュージャージー州近くの海岸でも増加しており、 映像地はどんどん南下している。アメリカにおいても近いうちにアザラシ漁が解禁されるということはなさそうである。2006年に秋田県尾物川河口で観察された小型のアザラシが、その形状から幼年期の灰色アザラシであると言われている。蒸気にあるように、一般的に灰色アザラシは日本沿岸には生息しないため、大変珍しい観測例である。通称、 おもちゃん。イルカを襲う、つぶらな瞳の無慈悲なアザラシから、ナショナルジオグラフィックハット、アザラシが小アザラシを食べる、トモグイン現場を論文に詳述。natgeo.nikkeib.co.jp p。2020年10月7日閲覧。ありがとうございます。